一人暮らし、ya, itu kan susah. Aku tak tahu lah nak form macam mana sebab aku dah ketiga yang ke 36 ni susah sikit take time. Aku dah habiskan semua tugas yang aku ada pula.
交流を諦めるかい？楽しめるな。一人でも楽しく飲んでるじゃないか。そう冷たいこと言うなよ。ここで酔いつぶれない方がいいぞ。まさか酔いつぶれたら人身売買にでも売られるのか。売られる？お前はよく物を売るじゃないか。父さんの旧宅だってお前が売ったんだろ。使えないものを手元に置いていても仕方ないだろう。なあ、あの花瓶も売ったのか。記憶にない。でもディルック様のご自宅には確か華やかな花瓶が置いてあったような。少年少女の空想の友達は何歳までいるのかな。検証してみようか。エリンはどうかな。あの年なら想像力が完全に消えるってことはないと思うけど。もし見えてなかったら嫌だな。バイレル段階だ。
類たちを同時に破壊できるかな。なしてあります。残念、壊すまでの感覚が空きすぎてるね。また最初からやり直したよ。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。アップやる。しまして、でもエリンはもう十分すごいよ。ううん、練習で疲れを感じるのは半人前の証拠。でもいつかモンド全ての杭に勝ってみせるんだ。頑張れ、きっとできると思うぞ。ありがとう。まずい、練習に夢中になりすぎて約束を。でももう疲れて動けない。よくし、ジャックに伝言頼めないかな。ジャックは今日スタンレイさんと一緒にダンディライオンの神殿で冒険。スタンレイさんはモンドの有名人で、神社会に行ったことがある伝説の大冒険者なの。今夜一緒に冒険の計画について話し合う約束をしてたんだけど、別の日にしてほしいって伝えてくれないかな。Betul dulu nak masuk T8 pula. T8 ada ni. So kena grinding sikit ya. を殺すまじないがあるんだ。こなしていたんだ。スパデューデメージ、マコミヤデメージ。ここにいるか、おらんインタビュー。寒風の獅子の神殿か。以前風魔流事件でここを探索したよな。今は冒険者たちの冒険場所になってるって。航空まで届けられる。じゃねえ、あのだけ。ここだよ。オーケー。ふわ。Thank you.
ちゃう。サバちゃう。Terserabut. Nampak lah. Boleh juga susun tengah tu. このスタンレーならたやすく切り抜けられたんだがな。おお、お前がモンドですごく有名な神社会に行ったことがある伝説の大冒険者なのか。そうだ、俺こそがスタンレーだ。こんな伝説級の人に会えるなんて嬉しいね。じゃあみんなこれからどうする？先に進む？それとも戻る？先に進もう。スタンレーさんもいるし、きっと大丈夫さ。じゃあ全員一致ということで、先に進もう。それで、お前たちも俺の冒険の話を聞きたいのかな？いや、ジャックを探しに来ただけだよ。何？若者よ、俺はこのモンドで最も有名な冒険者、スタンレーだぞ。知ってるよ。いや、もう少し何かあるだろう。俺は生きた伝説、神社界にたどり着いた勇士、スタンレーだぞ。絶対に風のない場所で死んではいけない。神の手、魂
と小さな発見があったんだけど、探測機をつけてみてくれるかい？はい、トラップ。ベテランの戦士みたいだ。体中傷だらけで表情も毅然としてるね。うん、彼の空想の友達はまさか理想の自分自身だというのかい？面白いけど、真相は本当にそうなのかな？じゃあ俺は先に行くぞ。はい、スタンレーさん。君たちちょっと時間あるかな？ん？実は数日前、スタンレーさんが酔っ払って秘密を教えてくれたんだけど、スタンレーさんが当時冒険で使っていた武具はなんと大英雄バネッサ様の遺物、きらめく勇気の剣と輝く意志の盾だったらしい。しかもこの2つの武具は今もモンドにあって、どうやらダダウパの谷にあるみたいなんだ。君たち強いし、一緒にこの2つの武具を探しに行ってくれないかな？もちろんさ、なんたってあのスタンレーさんなんだから。もしそんなすごいものを見つけたら、きっと両親も僕の冒険者になりたいっていう夢を応援してくれるはずだ。今の僕じゃ実力はまだまだだし、両親にも反対されてるけど、お願いだ、どうか助けてほしい。こんな身勝手な考え、スタンレーさんには言えないから。でも使い終わったらすぐ彼に返却するって約束するよ。かわいそうだな。おい、助けてやろうぜ。幻遊野郎も来るか。一昨年一つ手に貴重な名刺を手に入れたんだ。武具探しを手伝ってくれたら、その酒を君にあげよう。ダダウパの谷だね。善は急げだ、すぐに出発しよう。Sayang, tanya jendela aku kan jadi tempat besar tu. Mana aku nak jumpa? Ya, aku rasa sekejap, aku rasa aku tahu dah tempat. Rasa je lah. Malas melawan tumpang lalu. Aku rasa dalam tu. Dalam tu ataupun dalam tu. きっときらめく勇気の剣だよ。
これがきらめく勇気の剣だよ。本気か？ただの古い剣だぞ。ヘルチャールのやつら、なんでこんなものに祈りを捧げてたんだ？おそらくどっかの誰かがヘルチャールの戦利品の中にこの剣を入れただけだろうね。ボロすぎる。それに何と言えばいいか言葉が見つからないくらい普通だ。いや、ジャック、君はモンド城外にいる風鈔蝶を見たことないかい？ああいう蝶も昼間は目立たないけど、夜になると目がくらむほど眩しくなる。まるで空を飛ぶ宝石のようにね。勇気だってそういうものだろ。平穏な人からしたらその価値は理解できないけど、いざ苦境に立たされた時、勇気だけが君を奮い上がらせ窮地を脱する唯一の光となる。その通りだ。間違いない。これがきらめく勇気の剣だよ。うん、じゃあこれで剣は見つけたし、あとはこの辺りを探してみよう。きっとダダウパの谷のどこかにあるはず。おや？あれ？あそこに誰かいるぞ。スタンレー？どうして彼がここに？様子が少し変だな。どうしたんだ？急に止まって。なんでもないよ。コインをばらまく宝刀医たちが通っただけさ。何？どこにいるんだ？僕も見た。君は武具を探しに来たんだろ？そんなもの見る必要はないよ。Aduh, isi hidup pula. Oh, dah sekat. Tempang lalu.
makin depan ni je. Hora, are ga kagayaku ishi no tate da yo. Uso tsuke. Dou mitemo tada no ki no ita da ro. Boroboro da shi, taga de hokyou sareteru zo. Dare? Shikamo sake no shimi made aru. Marude sakadaru kara tekitou ni tori hazushite. の盾だと言ってるよ。戦士は体にある傷を誇りに思うように、盾も同じさ。盾が綺麗だとそれは戦場で使われてないってことだ。ボロボロな盾こそ百戦錬磨の証拠じゃないかい。ボロボロになっても戦場で最後の一瞬血がなくなるまで戦い抜く、そんな意志こそが貴重だ。そうだろ。そうだな。散歩ついでに友達の探し物に付き合ってたんだ。スタンレーは嘘つきかも。ますます怪しく思えてきたぞ。ジャックを傷つけないためにあらかじめ剣と盾を置きに来たのかもな。大冒険者はダダウパの谷に詳しいよね。何せ当然だ。目を閉じても迷子にならない自信があるぞ。なるほど。君の記憶力と根性には感服する。大冒険者だからな。それくらい当然だ。ここにはではまたな、若者たちよ。やっぱ怪しいよな。仕方ないよ。ジャックにあんなことを言ってしまったんだから。でも改めて見ると実に面白い。過去を忘れたくないから今を捨てた人、もし彼が未来への一歩を踏み出さなければならなくなった時。どういう意味だ？ただの独り言さ。そうだ、今夜はエンジェルズシェアに行ってみよう。
ればいいか教えてくれ。いるなんて僕も聞いたことないもん。スタンレー、あの時神社界で死ぬべきだったのは俺だった。なぜお前の名前を語ってるのに俺はお前の魂をつなぎ止められないんだ、スタンレー。新米の俺をかばわなければあの風のない場所でお前が死ぬことはなかったのに。お前には偉大な大冒険者の肩書きがある。でもクズの俺なんかのためにもう伝説になれないなんて。これは一体どういうことだ。多分彼は本当に神社界にたどり着いたんだろう。そこであった危機も本当のことなんだ。ただ彼と共に冒険をした仲間こそが本物の大冒険者スタンレーだったんだよ。本物のスタンレーは僕たちの知るスタンレーを助けるために死んだんだ。あ、じゃあこのスタンレーがスタンレーと名乗ってるのは彼がそいつの名前を盗んだから。そういうことだと思うよ。スタンレー、もう何年経った。モンドの人々がお前のことを忘れていくのが怖くて、俺はモンドの人々にお前を覚えていてほしい。スタンレーが神社界にたどり着いたこと、スタンレーは死なない。なぜなら俺がスタンレーだからだ。俺がスタンレーだから。すまないスタンレー、俺も年を取った。お前たちいつまで盗み聞きしてるつもりだ。まずい、気づかれた。いけ、何も聞かないでくれ。でも行け。二度は言わんぞ。よくし、ウェンディ、それとパイも。よかった、みんなここにいたのか。あちこち探したよ。お礼を言いに来たんだ。君たちが剣と盾を探してくれたおかげで両親がやっと認めてくれてね。おや、それは本当か。本当さ。金を出してきらめく勇気の剣と輝く意志の盾を直すと言ってた。それはよかったね。それでジャック、君はモンドを離れてテイワット大陸を旅するのかい。いや、しばらくはモンドにいるよ。今の僕の実力じゃ遠くへ行けそうもないから。それにスタンレーさんの話をもっと聞きたいからさ。スタンレーさん。ああ、また明日、スタンレーさん。酔いが覚めたらまたお話を聞かせてくださいね。スタンレーはジャックのことが気に入ってるんだろうね。ジャックならもう帰ったよ。そうか、俺の秘密を守ってくれて。あ、急に現実を見るようになったのかい。俺はさっき彼を見る勇気がなかった。俺は疲弊した嘘つきだが、あの子はまだキラキラと光を放つルーキーだ。嘘つきってこともないだろ。だってスタンレーの冒険や経歴は全て本物だから。冒険、経歴。もういいよ。実はな、今となっては冒険のこともスタンレーの記憶ももうはっきりとは覚えてない。これこそが俺の最大の秘密であり最大の恐れ。ここ数年俺は彼の話を伝えるために生きてきた。しかし彼の性格、彼の人生、それら全てをほとんど覚えてないんだよ。
俺が唯一忘れられないのは彼が風のない神社界で死んだこと、そして風が彼の魂を、うん、そうだね。本当のスタンレーは彼の記憶の中にある生き生きとした友達とは違う傷だらけの戦士として彼の人生の全てを束縛してるんだ。俺は年を取ったんだ。いくら拒んでも俺は役立たずだ。だが冒険者はこんな形で死んではいけない。ハンス・アチェボルド、なんで俺の名前を。風、神社界で求めても得られない風の音だ。俺はずっとあなたの存在を信じていた。旧友の魂任せてくれないかい。ありがとう、ありがとう、バルバトス様。すまない、気持ちの整理に少し時間が必要そうだ。でもきっと俺は大丈夫だと思う。ウェネド、うん、めでたしめでたし。おめでたいことがたくさんあったら祝杯をあげてお祝いしないとね。このままこの酒場で飲む気か。ここのお酒は高すぎるからね。それにジャックがくれるって言ったお酒がまだでしょ。僕は彼からお酒をもらってくるよ、後で。え、いつもの場所ってどこだよ。おい待てってば、吟遊やろう。おい、タラーリビンド、guna pintu belakang kan. Sure. Oh, yang aja. Ya tu. Itulah je.
んでね。Kemana nak panjat gunung tangan? Oi. Pasalah panjat gunung tangan juga. ジャックのやつ、貴重な名酒って言ってたけど、結局ただのアップルサイダーだったよ。懐かしいな。初めてここで景色を眺めた時、僕はこの姿じゃなかった。だいたい2600年くらい前かな。この世界がまだ七神の管理下に置かれていなかった時代、あの頃旧モンドは暴君が吹き起こした暴風に囲まれていて、鳥すらも行き来できなかったんだ。旧モンド？ああ、思い出したぞ。今の風流廃墟だろ、お前が前に言ってた。その通り。かつてあの高い塔を統治した風の暴君は竜巻の魔人デカラビアンだ。あの時の僕は千の風の中の一つで、神でもなく人の姿でもなかった。風の中の些細な元素の精霊、小さな天気。元素の精霊、人の姿じゃなかった。あれ、うん、今の僕の姿は実はあの偽物のスタンレーと同じ。友達のものを借りたんだ。僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき、自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁の内に生まれ、青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く、瞳には光が宿っている。しかしその声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り、他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し、風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に登ることはなかった。その後は？お前の友達、その後どうなったんだ？パイモン、その後の話が知りたいかい？当たり前だろ。もったいぶらないで早く教えてくれよな。え、今は話を聞いてる途中だろ。どうして急に食べ物を欲しがるんだよ。お腹が空いたんだね。仕方ないやつだな。ああ、君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。でも友達の間ではこういう暗黙の了解があった方がいいのかもしれないね。ビッシュ、そよ風、こういう時はいつも思い出してしまうんだ。彼から教えてもらった歌をね。飛べ飛べ飛ぶ鳥のように、僕の代わりに世界を見て、僕の代わりに高い空へ。
7. Aduh. Ya. Kasih dengan aku tamatkan. Mari kita pergi shop. Lihat. Okey, dah ada. 35. Kita pilih 5 juga. Mari kita main wish. Ya, aku penat dok kumpul sampai 4,000 ni. Tahu tak? Ini ada 9, so kita main ni je. Jangan cakap 4 star lagi. 4 star ni. Ya, dapat dia puluk. Allah. Aku dah ada lah dia. Sangat-sangat aku akan upgrade dia. Okay, mari kita main dia seri 2. Boleh lagi 2 kan? Pasta lagi. Dia fluid. Kita tengok ability dia nanti. Kena file yang trigger 100% damage from dia. Maximum game. Boleh kata OP, boleh kata tak. Tapi aku akan stay dengan prototype aku. Cukup mohon aku macam ni kan. Tak star lagi. Bila nak dapat yang 5 star. Bapak dia. Lawak bai. Dua kali orang sama. Bagus. Apa nak jadi? Maksudnya ni dia boleh double kan. Wah, seronoknya hidup kena 2 kali bai. Aku tak tahu nak cakap apa. Ni dengan ni. Ya, aku rasa ni apa, yang ni prototype untuk yang ni. Ha, yang ni. Sekarang untuk ni lah. Inilah tu aku. Yang ni, dua ni. Aku tahu nak dapat dari mana.
ni semua dapat dari naga tu. Ah, najo. Ya. Kita akan bertemu kembali. Apa aku cakap ni? Ya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Bye-bye. Gerak dulu.